大阪府道204号、堺阪南線は大阪府堺市堺区から阪南市に至る一般府道である。昭和戦前期に、いわゆる大正国道の国道16号の振動として付設され、引き続いて昭和国道の国道26号に指定されていた道路の一部区間にあたる。1983年に国道26号の振動となる。 第二阪和国道が現在の阪南市自然田まで開通したことを受けて不動となったが現在も旧国道二十六号に類する通称で呼ばれることが多い。なお旧国道十六号に類する通称で呼ばれることはない。対象国道の国道十六号は明治国道の国道二十九号に引き続いて紀州街道が認定路線となっていたが九百二十六年の 大阪府による重大放射路線計画に国道16号の振動となる道路線の布設が盛り込まれた。同時期の大阪市による御堂筋の拡幅や大阪市道南波住吉線の布設とも連動するもので、後に国道2号との分岐点が南波橋から淀ド橋に変更されている。また、現在の泉佐野市、鶴原以南については、紀州街道から分岐して、 海沿いに進路を取る甲子越街道に沿ったルートを選択している。鶴原以南において甲子越街道に沿ったルートを選択したのは明治時代に付設された鉄道の南海本線の方が先であり南海本線と並走する道路線には南海本線の駅名が入る駅前交差点や駅下り交差点が複数存在する。堺市内は4車線であるが 高石市に入ると間もなくに斜線に現じる。境阪南線、境阪南線。ありがとうございます。